はいどうもこんにちは、ピアスのゆですね。今回はですね、超凄腕ハンターのバリスタさんのね、試合を見ていこうかなと思いますんで、バリスタさんのことを軽く自己紹介していくと、今現在でボンボンとリッパーが1位で、ハンター総合ランキングも2位とか1位とか争ってて、前のシーズンも星90いくつ稼いでおきながら、勝率も一時 90% 近くとか 80% ぐらいいってるっていう、もうとんでもないハンター。今回はその人の、特に上手いリッパーをね、観戦していこうかなと思いますで、いろいろ人格とか気になる方いると思うんですけども、今回は人格よりも、立ち回りに注目してほしい。多分、結構動画出してたら、いろんなね、方から人格教えてくださいっていう風に言われるんだけど、一番参考にしてほしいのは、やっぱりあれだね、この人格より立ち回り。立ち回りが本当にすごかったから、特にそのすごかった2試合を載せておくので、立ち回りにぜひ注目してみてくださいというわけで、じゃあ実際見ていこうかなと思います。さあ、早速見ていきましょうかね。マップは、精神病院。やっぱね、人格は、マップごととか本当にプレイヤーごとによって変えてるっぽいね。なんかそれがね、ほんとすごかったっていうか、本当に、すごい立ち回りがね、えぐい。昨日自分でさ、リッパーの動画出したから、もうその後に比べれるのすごい嫌なんだけど、めちゃくちゃ参考になったな。で、さあ、早速ここで見つかったのが、傭兵と。お狙ってくる。そう、何がね、すごいって、そのリッパーを思いっきり、そう、今みたいな感じの大胆な刃を狙いつつ、なおかつね、なんか無駄な刃がないんだよね。やっぱ今みたいなとこってさ、傭兵結局追わないから、あそこで刃を温存する意味もないから多分今吐いたっていう感じかな。ワンチャン当たればいいなって感じ。でもそれはまあ早速傭兵だったから諦めて、これ、姿だけ隠して、この窓からちょんって見るのね。で、U ターンさせて、あ、ハンターあっち側行ったなって思わせたところをこっち側から出るっていう、ことによって、今この呪術師との距離を空けずに、なおかつ病院内に入らせないっていう動き。そう、リッパーのね、ほんとバリスタさんは、すごい、ツイッターとかでちょこちょこ動画見させてもらってるんだけど、めちゃめちゃ待つんだよね。それがすごい。本当にひたすら待ちのリッパー。姿を隠すのが本当に超強い。さあ、ここで早速ログを壊していくと。でね、バン対象は、リッパー使うときは、占い師バンしてるって言った。ボンボンのときは、義士バンって言ってたかな。さあ、ここで術師。いや、でも相変わらず術師は本当に、あれだね、リッパーの時を当てていく。このさ、今、突起物があったところって、本当刃簡単そうに見えてすごいまっすぐ投げるの難しいんだけど、そこもさすが決めてきましたね。で、リッパー使う上でのワンポイントアドバイスみたいなのをいただいたので、それをちょっと今から紹介していこうかなと思います。で、やっぱりリッパー救助狩りの時ダブルダウンを取る方法はやっぱりね、そう基本のキーになってくるんだけど、その自分チェアロケットチェア自分救助に来るサバイバーっていう形を取るのがやっぱいいって言ってた。この形だよね。この形を取ってすぐさま霧を当ててもう一発当てれるようにっていう動き、これにしてたかな。で、ここでしっかりと待って、ここで当てていく。うまいね。そう、しっかり引くのがうまいんだね。で、これでもうしっかりとダブルダウンで、なおかつもう半分超えてるの分かった。本当に無駄がないよね。プレッシャーのかけ方も本当にうまい。だから思わずにんまりのスタンプとかわいいよね。で、ここでこれねー、これちゃんとダブルダウンしてしまったけど、傭兵がそのダブルダウンしてしまった時間いっぱい使ってるし、オフェンスもここから来てるから、このダブル肉壁、なおかつこのオフェンスのタックルで、このオフェンスの人ももう前からずっとオフェンス1位取ってたりとか、今も2位とかなんだけど、うまいね。このオフェンスの人もマジでうまいんだよな。さあ、そのタックルを決めたとこで術師が院内まで逃げれたけど、オフェンスおいいね。めちゃめちゃ警戒させるね。警戒させるのが本当うまいんだよね。ただここの板の読み合いは相当厳しいんじゃないでしょうか。おお、スペイン隠しが入ってるけど、これは術師がうまくてうまいこと防いでいたね。で、檻の獣を振ってるね。やっぱりこうやって術師が入れる場合はやっぱり檻の獣を振るのは絶対かなと思い、うまい。負傷してもなおかつ惜しい。これがヤバタったらでかかったけどな。で、ここでオフェンスを仕留めて、これどうだったかな、釣らない。いや、そう、これがすごかった。俺だったら病院内行くか、どっか行くか分かんなくて、術師一旦諦めてどっちか釣っちゃうっていう判断しちゃうんだけど、それでしっかりともうトンネルを諦めずに、しっかりとここで見つけたのがすごいよね。その病院内入ると思わせて、その病院内を完全スルーして強ポジの方まで抜けたところをしっかりと見つけていく。それも本当すごいな。さあ、これも確定刃を当てて術師を仕留めると。で、あとバリスタさんの試合見てて思った癖だったら、なんだろうな、そのわちゃわちゃした近距離のその刃の打ち合いとかの時にすごい視点を低くしてるかな。あとダブルダウンをしないようにとか、肉壁されてる時にすごい視点低くして絶対に当てるっていう読み合いをしてる気がする。だからリッパーの背の高さを生かした戦い方してるかなって気がした。で、いつ刃を打つか、これ多分板倒すの待ってるね。惜しい。これうまいね。さあどうするんでしょうか。ここもいた。まあでもここでいったため2枚とも倒してたら絶対大丈夫だから、まあ刃は外しちゃったけど、ここからリカバリーは全然効くかな。さあここで一発当てて、でこのロボがね1回目壊してたから、もう充電がもうほぼほぼないから、暗号機も進むのも相当厳しいと思う。でここで感謝と、さあ感謝でここから裏向き方をまだ使ってないからどうするのか、その辺がね見ものですね。たださっきの間にねオフェンスと傭兵がしっかりと回復してたから、それでだいぶ立て直されてるから、このまま順調に機械出しをしちゃっても3通電する可能性は全然まだまだあると思います。今なんだかな、石像か、石像とここの中央と、正面側のゲートが3台やりかけだと思うから、それをどうするか。ここでうまくね、このさ上から降りるとこで降りるふりをして、しっかりとオフェンスの姿を確認したから、あそこで裏向きカードを変えておきながらの、変えた瞬間に速攻で興奮すると。いやでも俺だったら普通にピューンと降りちゃって、いやオフェンスいったのか、まあまあ次で興奮に変えるかどうするか決めるかって感じだったと思うんだけど、もうしっかりもう後半もう思い切って興奮に変えちゃうってこと、それもすごい大胆な考えだよね。まあこうなってきたら残り2台で中央もがっつり進んでて、石像もここら辺も進みかけだから、今から瞬間移動を失うっていうのは結構、まあ、プレッシャーになるかなっていう選択なんだけど、まあ、しっかりそれをね渋らず使ったのはすごいなと思う。さあもうここも上がりがけだね。ここはしっかり刃を当てていくと。でここは釣らずに傭兵にどんどん圧をかけていく。また傭兵だとね全体負荷かけてももう一発絶対救助壊れちゃうっていうのがねどうしてもきついとこだよな。でここで一発当てたことによって、ここで釣るのかな。でオフェンスが先に行くよって言ってるから、もう中央も上がるのかな。ここ中央上がったらもう無理なんじゃないかな。まあ、ただしっかりここで暗号機守られてるから、それはだいぶでかいよね。で中央が上がっても残り1台ここだけと。もう暗号機のこの音がしててさ、もうここで2人いたらもうまず通電は絶対しちゃうなって場面。ここしっかり待つよね。もう俺だったらもうFMIしっかりと大木で弾き合いを決めていくと。でオフェンスがいるから、ここでしっかりと回復しようとしたオフェンスの方を狙うと見せかけて、どうするんだろう。このさ 俺たち見てさ、観戦画面だと残りまだ進んどるんじゃないかっての分かるけど、バリスタさんとかこのサバイバー目線見えてないからどのぐらいか、それが難しいよね。でここでしっかりと持って、あっもう溜まってたんか、そうか早いな。おお投降、なんとあの状態から通電せず見事4釣りしましたというわけで、まあ、もう一戦見ていこうかな。次の試合もマジですごいです。さあ、続きまして月の川公園、広いマップでねすごいなと思ったのは、遊園地と、固形村は最初から瞬間移動にしてた。それがすごいよね。最初から瞬間移動にして、まあ、その場その場で欲しいところで、まあ、特質変えていくんだろうなっていう。これ今ね巻き戻してでも見てほしいんだけど、今オフェンスがちょうど避けた先に狙って刃打ってたんだけど、まあ見事あれ吸われちゃったけど、吸われなかったら確定であれ多分避けた先のオフェンスに当たってたと思うわ。さあここでしっかりとオフェンスを追っていくけど、さすがうまいね。ちゃんとボール使って絶対に食らわないようにしてる。で無駄なボールも使わずに、お互いめちゃめちゃ待つね。本当に冷静冷静、もう落ち着いて落ち着いて一発で一発当てていく感じかな。でまあここでしっかりとオフェンスターゲットチェンジもせず追っかけていってますね。辛い。まだ存在感500しか溜まってないから、透明化できない状態でのこのチェイスは本当に厳しいと思う。さあここでフェンス乗り越えてボールを使う。さあ多分ここでがっつりも使ってるから、仕留めてさえしまえばトンネルは結構簡単になるんじゃないかなって感じがする。でここうまい。これ今見たみんな、向こう側に行くって見せかけて、その行く素振りを見せて、サバイバー側にその行く素振りを見せてからの反応させて、それに対しての刃、あれはすごいね。もうリピート確定だわ。あの動き多分できるようになったら今までできなかったような当て方が絶対できると思うから、あの刃リッパー使いの皆さんできるようになったらすごい戦術広がると思います。俺も頑張って練習しますさあここでしっかり刃当てていく。でおうまい。そう今みたいな感じの肉壁最初の時ってすごい、まあ、バリスタさんの多分、まあ、癖ではあると思うんだけど、絶対これが正しいとは分からないけど、めちゃめちゃ視点下げて当ててたね。でここで傭兵の位置もしっかりと確認しておりつつ、ここで存在感を2段階目で貯めると決してね今の怒りのケバブではなくて、あるいは存在感貯めるやつよ。存在感貯めるやつ、いや分からん、もしかしたらめちゃめちゃ怒り狂っとったかもしれないまあそれはないと思うけどな。でここですると、でさっきしっかりと傭兵の位置を確認してて、遠目で隠密するってっていうことも考えてめちゃめちゃ見てたから、オフェンスじゃなくて間違えた傭兵の位置もだいぶ把握してるっぽいね。さあこの辺に傭兵がいるしっかりとね、やっぱああやって救助された後も視点をね見てるから、おお外していくそういうね視点の無駄のなさが本当にすごいと思う。で外したらしっかりと冷静に一発与えてでおお確かにこの技師の壁本当強いもんな。さあここでこのトリプルあでもさすがに傭兵あなるほどね傭兵は解読に任せて、もう今解読できない技師ができるだけ壁をサポートする。うまい今見たあのね普通に壁当てしたんじゃなくて、右の方に壁出してステイに赤いライト隠しながら今当ててました。いやもう一回見て皆さん、もう一回負けモンスター見て、普通に壁側にスーっていったんじゃなくて右側の壁沿いに赤いライトが見えないようにしつつ油断したとこをや今当ててましたえぐすぎだろ。俺これ見るの2回目なんだけど、2回目でもこんだけ盛り上がれるわすげえ本当にすごい。であと引き分けとか初手お散歩した試合とかもあるから出た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 何これ知らないよ。今ね今ちゃんとロボに当てましたロボがあそこで解読してるっての分かってたから、ちょっと上の段差からいくと障害物に当たらないようにあそこの位置から暗号機狙えるっぽいです今のは完全に初めて知った。今度から真似しようさあ出てくのいいね。さっき何の話したっけちょっと忘れちゃったわいや本当にすげえ、もうね目から鱗みたいな刃の打ち方がめちゃめちゃしてる。あとやっぱ本当にすごいよね、ちゃんと大胆な刃をすごい狙ってもいくし、なおかつ無駄がないんだよね。あ今刃欲しいって時に毎回刃がある状態にしてるっていうのがうまいなと思う。あこれはちゃんと曲芸した人見たね。でここでさっさとジェットコースター乗らせて、あそこ機械技師ダウンさせたけど、とりあえず全体負荷、しっかり忘れずにかけとこうって感じかな。ここで傭兵に普通にね救助来れちゃうけど、ここで曲芸師に一発与えておくことによって、その後の解読がすごいしづらくなるっていうのがメリットだから。でここで機械技師が起死回入ったね。起死回入ってもこの状態で機械技師を追うっぽいね。あごめんこれ出してなかった。でこれで、さあここでようやく使うのか特質を。今向かってったね暗号機に。それ見えたか多分。やっぱ飛ぶねこれ多分 YouTube だったら若干画質落ちちゃうから多分今見えなかったと思うけど、曲芸師が向かっていくシルエットが見えたから、それに向かってやったのかも。でここで曲芸師をダウンと。でこうやって普通に瞬間移動ずっと温存してくのも強いし、場合によったらさっきのオフェンスみたいな感じで興奮にするのも強いし、ゲーム数年後初勝負とかになった時に鬼没とか、あとは感謝とかでダウンホースとかっていうのも普通に強いと思う。さあここで救助せかしをするけど、これもう通電するのかな。さっきあれだもんね、先に行くよって言ってるということはもうこれ通電しちゃいますな。これ難しいね、絶対刃当てなきゃここのジェットコースター乗られちゃうから、それも分かって曲芸師の人はここの当てられにくい階段のところでずっと待機してるねただそれをどうするのか、これ見ものですよ。さあ必死の見守り合いうまいね、ちゃんと当てていってうまい、空振りもしないとこれはもうバリスタさんの読み勝ちですね。しっかり待ちに待ちまくって、しかも傭兵もいる、待ちに待ちまくったからの、今の通電後のケアが本当に素晴らしい。でここで曲芸師間に合わないと踏んで、それがまんまと間に合わず、機械技師救助行ってたけど間に合わず、しっかりと傭兵を追っておりますな。この状態で機械技師も開かないからね、傭兵さえ追っておけば、何変えたんだろう。気持ちに変えて、なるほどなるほど。というわけで、今回は、今ノリに乗ってるバリスタさんのプレイをね見させていただきました。概要欄にね Twitter のリンクとか貼っておりますので、皆さんよかったらフォローとかしてあげてください。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと Twitter もやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画でバイバーイ。